現地に入り込んで、えー、と徹底的にもう彼らの言葉とか行動とかを観察して <laughs> ありとあらゆることを収集する自分たちが当たり前であるとかそれが自然であるって思ってることって。 言語化してくれないんですよ賢さの中にすごく倫理がある一生懸命やるっていうモデルじゃない形でも社会参画で資本主義入っていけるできないことをできるようにするっていうよりかはやっぱ本当にすごいすでにできてることっていうところに社会側が勝ちつけていくっていう構造がもともと広がっていったら面白いんじゃないかなとは思いますね。 今を動かす血と出会うニューセッション本日は立命館大学とニューズピックススタジオのコラボ企画で文化人類学的思考で考えるビジネスをテーマに議論していきたいと思います。ゲストの方をご紹介します。立命館大学大学院先端総合学術研究科の教授で文化人類学者の小川さやか先生です。よろ,すよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 はい、続いて、株式会社ヘラルボニー代表取締役社長松田孝也さんです。はい、よろしくお願いします。はい、本日、あのお二人にいろいろお話をお伺いしたいと思うんですけれども。まず、あの小川先生、ご専門家文化人類学ということで。はい、まあ、そもそもどういった学問なのかっていうことと、<laughs> どういったあの研究分野やっていらっしゃるのか。ちょっと簡単にお伺いできますか。はい、あの、なんか文化人類学っていうと、一般的なイメージだと、なんかこう。 アマゾンのお口とか料のの最終民とかのところに行って研究するってイメージがあると思うんですけれどもまあ最近ではあの人類学の特徴の一つにはあの異文化を研究するっていうこととそれと同時にあの人類の普遍営みの普遍性について考えるっていう2つがあるんですね。ここののつが実現できることそしてあの調査手法の 武器の一つである採用観察っていうのがあるんですけど、その採用観察っていうこう入り込んで一緒に仕事をしたり、暮らしたりしながら調査することができる。場所であったらロボット工学の研究室とか<ー>病院とか企業とかの中でもあのフィールドワークはできるということで、今ではこう。文化人類学のフィールドの。 場所っってていいうのががすすごく広まその中でも小川先生が専門的にやってらっしゃるこうなんていうんですかね分野というかテーマとかっていうのは私があの専門的にやっているのがあの経済人類学って言われる分野で主に贈与とか交換とか商、うんえー、取引とか所有とか貨幣っていったものが関係する分野で,で私は特にこうタンザニアの路上商人たちの商観工 とか小実践についいてて研究しています、うん、あの今日はタンザニアでまさに研究活動されていらっしゃった時代のお写真を持ってきていただいているということで、うん、こちらになると思うんですけど一体何をやっているのかわからないところからなんですけれども。<laughs> <laughs> えとこっちの,あのジーンズ持っているのはですね定期位置で。あの バナナの叩き売りならぬジーンズの叩たたき売りみたいなのを。そ、うん、<laughs> <い>のタンザニアの農村の定期値に。みんなでトラックに乗ってですね、定期値に行って、そこでジーンズを一緒に売ったっていう時の写真です。で、こちら側の路上商人たちと写っているのは、私もなんか当時。一年半くらい、えっ、ー、と、古着をですね、手に携えて、えっ、ー、と。 了商してたんですね <laughs> で。了商しながら、あの炭酸にあの商人たちが一体どういうふうなことを考えて。あのどんな関係を作って、どういう仕組みでビジネスしているのかっていうのを研究してた時の写真です。でその路上商人をした後に、私あの。えっ、ー、と。路上商人たちに駆け売りをしている卸売商にもなったんです。おお、<laughs> <laughs> そうですよ。そうです。あの。 ってていう古着の塊をこう仕入れてきてでそれを路上商人たちに50枚とか渡して「はい行商していって」って言って <laughs> あの戻ってきてしあの売れた分だけ仕入れ代金を返してもらうっていうまあ掛け売りみたいなシステムで売ってたんですけどただ難しいのはあの彼らすごい住所不定な人たちなんですよ。信用取引なんですねで商人たちに あのこれ売ってきてって渡してでこうあの売りに行ったんだけどそのまま戻ってこない人たちっていうのがたくさんいてですね50万100枚おろした古着とともに消えてしまう人たちっていうのが何人かいる。でだからなんからいににしてその商人たちに あの誰でもなんか逃げられないように親切にするばっかりだと儲からないのでうこうあの20人くらいの商人たちのうちだ今今日はちょっとこの人が羽振りがいいからちょっとこう絞り取って <laughs> この人は今ちょっとすごく生活困難そうだから <laughs> <い>ここでこう厳しくすると多分逃げちゃうので <laughs>」っていうので<ー>あの優しくしてみたいなことをずっとしていました。<laughs> あのまあ、そういったこうフィールドワークを介してあのよくご著書で書かれていた「こうリビングフォー t o d a の考え方その日その日をこうその日のために生きる価値観みたいなこととかをこう見つけられてあの本とかにもまとめていらっしゃると思うんですけれども、はい、なんかそういったところのこうなんですか、ね、考え方みたいなところもちょっと簡単に体系的に教えていただければと思うんですが。<laughs> <laughs> そうです、ね、なんかまずこの大学院生の時に路上小神の研究してて、うん、私がこう一番こう関心を持ったのが「うじゃんじゃ」っていうスワヒリ語でいう「うじゃんじゃ」ってずる賢さと賢さの両義的な言葉なんですけどなんかこれがなんか私にとってあのその後の研究をずっと支えていく概念の一つだったんですね。 悪いことっていうイメージがすごくあると思うんですけど、なんかこう商人たちの話を聞いてると単にずる賢く商売できたからかっこいいんじゃないですよ。こういかにこう相手を気持ちよくさせながら <laughs> なあのこうずる賢さの中にすごく倫理があるんですよね。なんかかっこいい騙し方とか <laughs> かっこ悪い騙し方っていうのがあって。 取引とか何か駆け引きをする時に「助けてくれ」ってみんな言うんですよね。はい、であのこう自分はこれこれの事情でいやお母ちゃんが田舎から来るから今日は助けてほしい、うんうん、値段を安くしてほしいとかちょっと。 えー、生活補助遅れとか、うん、いろんな要求を交渉し合うで商人の方も「いやいやこの間警察に捕まったばっかりだから今日は負けられない」とかいろいろ言って交渉する, <laughs> るで,すでお互い嘘をつきあった騙し合いなんですよ。で、体裁はではもあのこう その言葉の端々に「あこの人本当に今やばいぞ」っていうのは感じることがあってでそれでこう値段とかが決まっていくっていうのとかあの貸し借りをする時にもこうあえてただの貸しだよみたいなことを言って貸し借りだよって言ってるんだけどまあ 返してもらうっていうことを、うん、ほぼその場では求めない。で、そうするとこう自分に借りがある人間が500年くらいこう気がつけば、小取引であの人はいいやつを助けてくれたっていうのも貸し借りで。 返してない借りを持っている人もっていうのがどんどんこう1,000人とか増えていってはい、はい、でなんか困ったことがあるとそうだあの人に電話をしようみたいな感じの人がたくさんできていくみたいななるほどすごくこう贈与、まあ、的なつながりみたいなところの考え方にも近いのかなと思うんですけれどもんなんか今のお話聞いていてかかがですか松田さんあそうですね本当になんか今日のセッションで、はい、文化人類学とビジネスって 結びつくのかなっていう不安がまず実はセッション前にあったんですけどでも今のお話を聞きながらあ確かにそのずる賢さも持ちながらちゃんとそこに美学を持って何かを成し遂げていくっていうことって。 すごく大切なことだし、確かにすごくビジネスに通ずる話って多々ありそうだなと思って、今から楽しみだなと思って。<laughs> はい、結構あの最初からいろいろ濃いうお話をお伺いできているところだと思うんですけど、うん、早速一つ目のトークテーマですえ。文化人類学とビジネスの関係性についてお伺いしたいと思います。あのー、まあ最近こういろんな企業でも。 文化人類学者のこう知見を生かしていろいろ商品開発だったりこうマーケティングが行われていてグーグルでは社会科学部門ができたりですとかマイクロソフトもあの人類学者をもう多数雇用していたりまあインテルとか IBM とかハイテク企業がいろいろ社会学者の方だったりとか文化人類学の方々が活躍する場になっているというところなんですけれども川先生あのこうどういった点でこう文化人類学的な感覚がこうビジネスに生かされるのかどういったところが面白いのか。 みたいなところをちょっとぜひお伺いできればと思うんですけれども、うん、一つはあの人類学の採用観察っていう調査手法があのマーケティングとかあの商品開発に活かされているんだと思います。あの例えばなんかあなたは採用観察ってこうインタビューとか聞き取り調査とかアンケート調査と全然違うんですよ。<laughs> とにかくあの現地に入り込んで。 えと徹底的にもう彼らの言葉とか行動とかを観察してありとあらゆることを収集するっていうのが <laughs> あの人類学の調査手法なんですね、うん、でこう人類学者の中にはあの、えー、と一つはこう私たちにとっては不思議に思えること、えー、どキーに思えるようなことなんかたでも私それはその社会なりに他者なりの 論理があるんだっていうふうな信念があるんですよね。で、それは例えばあのちょっと遠い話ですけど、うん、ビジネスから、うん、あの一夫多妻制度みたいなものがあったとしても、<ー>そのなんで一夫多妻なんですかっていうことを彼女たちに聞いても、え、鉄道だからとかしか返ってこないと思うんですよ。ううで、それに何何お男女平等とかどう思いますかとか聞かれても。うん どういうふうな観点で聞いてるのかがわからないみたいな感じで<ー>ほとんどこう？聞き取りとかインタビューとかって難しいんですよね。でも、彼らと一緒にこうあの一夫、多妻の家族に暮らしていると、なんかこう。水汲みだけで往復1時間 1> <ー>なんか？ 石臼引くのに1時間みたいなのを見ていると、あこれはもうとてもじゃないけど一人では家庭は支えられないわとか、で4人くらいいると月火水木みたいな感じで始まったりして、週休2日じゃんみたいなのとか <laughs> な、<laughs> ふっとはって思ったりとかするんですよ。でそれで、あ、一歩支ってこういう仕組みなんだっていうのをなんとなく分かっていくんですよ。なで、でそうするとなんかいや男女平等って大事よねみたいなことを一生懸命言って。 はてなっていうような世界でもそこにちょっと井戸を掘るみたいなことをするとあ水汲みいらなくないみたいな感じになるとこうあれなんで私こんなたくさんの奥さんと暮らしてるんだろうってふと気づくことあるかもしれないっていうなんかこう私たちにとっての常識で何であなたたちはこうなんだってことを一生懸命聞いてもわからないことってたくさんあるんですよ。でそれに対してこう彼らの論理とか 常識みたいなものをこう内側から理解していくっていうことで、えー、とよく分かってくることがあるでそういうのをあのビジネスにも多分生かされているんんだと思うんですねんそれはやっぱりこうデータとか聞くとかではなくやっぱりこうフィールドワーク的にその共に暮らしを共にするみたいなことじゃないと見えてこないインサイトみたいなところだったりするってことでしょ、ね、うです、ねなんかうん、あの。 彼らにとっても、こう自分たちが当たり前である。とか、それが自然であるって思ってることって。言語化してくれないんですよ。あの、それが、例えば、こう欲望としてあったりとかしても、まだどうして欲しいかって聞かれても。なんか、普通だなと思っていることを、こう欲望としてしゃべることって難しいんですよね。で,ね <laughs> で、そういうのを、こうちょっと。他者の視点みたいなもので、こうずっと観察していると。 彼らこういうのがやっぱりすごく大事に思ってるんだなとかっていうのがこうふと見えてくるっていうのがあるでもう一つはなんか多分それは企業の人たちにとっての当たり前っていうのをこう可視化してもらうっていうか、うん。あ <laughs> 彼らにとってももはやそれが自然で自分たちのカルチャーだと思ってるから何もこう不思議に思ってないからこう改革する以前に何が特徴でなのかっていうのが分からないんだと思うんですよね。そこに海外の人類学者ととか入れると もう日本の会社めっちゃ不思議みたいな感じでうなるほどそれ <laughs> <う>言ってくれるそう <laughs>、はい、するとそうなんだみたいなことをこう気付くでそれはこう人類学が異文化を通して自分化を改めて考えまた自分化について考えたことから異文化を考えるっていうその王冠で成り立っているっていうことにあの特徴があるんだ。 なるほどいや、うん、まさにちょっと松田さんのお仕事とかのところにもつながってくるのかなと思うんですけれども、うんうん、ちょっと他者の視点とか、うん、違う方たちの視点みたいなところの取り入れとかはあのまさにヘアルボーニーさんの,あのお仕事に通じる部分もあると思うんですけどありがとうございますもう私たち本当に行っているビジネスは日本全国の福祉施設で今アート活動っていうものがどんどん盛んなっているんですけれどもそういったアート活動している福祉施設と今153名の主に重度の知的障害になる 作家さんんとライセンスのご契約を結んでそのアートデータっていうものを今2,000点以上著作権管理をさせていただいてそのデータを軸にこういう洋服とか靴とかまち、あ、づくりとかライセンスビジネスとかいろんなことを展開しているような会社をやっています。でまあ本当にフィールドワークっていう話とかはがすごい僕も、まあ、僕もやっぱり4歳上の兄貴が重度の知的障害を伴う自閉症なので。 まままさににに生まれななながらにししててフィーールドワークいるるような感覚は確かにあるのかあのととちょっと思いました <laughs>、うん、自閉症の人で強烈なこだわりがあるんでなんかもう何でしょうドアの前に立つと10秒間停止してから入んなきゃいけないとかん,なんか飲み物も必ず一気飲みしなきゃいけないっていうルールがあるんで強烈なこだわりが本人なりにめっちゃ多々あってそれがまあ当たり前のようにあの常日頃から自分の中では生活にとって当たり前だったけど。 でも本当にさっきの文化人類学者が企業にいれば物差しのように何が違うって分かるかっていうようになんかやっぱ外に一歩外に出ると兄貴は障害者って枠組みに入ってて兄貴のことをバカにする同級生もいるしすごいんでしょうね違いってものにさらされるっていう違和感みたいなところがあってなんかそれとかすごいなんか現場に入るみたいな話と非常に通ずるところがあるなと思って聞いてました。 今本当会社できて3年を迎えたようなまだまだ,まだ若い会社なんですけど、まあ、最初のやっぱ1年目とかはもうアート作品をいろんな企業さんに持ってっても、まあ、素晴らしいことされようとしてますね以上終了みたいな感じで全然前に進まないみたいな感じでしたあとやっぱ打ち合わせとかも5分で終了で無料なら考えますみたいなのでチャリティって思われてしまうとかっていうな,なんかそういうやっぱりその 壁みたいなその福祉って言った途端すごいチャリティーあの施しをしなきゃいけない人ってなっちゃう難しさみたいなのはすごくありましたね。なんていうかこう既存の公資本主義のこう壁というか考え方の壁みたいなところとかが結構あったみたいなところはありますよねきっとね。です、ね、私すごくホーームページでやっぱり あのかわいそうみたいな障害者イコールかわいそうみたいな枠組みではなくてやっぱりその,、えっと、その主従関係みたいなのを逆転させて自分たちが、えっと、障害者の作った、えー、製品を売ってで彼らに支えられているんだっていう、まあ、関係性の逆転みたいなものを目指しているんだっていうふうに書かれててあのすごくこう。 いいなと思ったんですけど。えっ、ー、と、やっぱり、それ、なんか、すごい、人定学的に考えると。うん、まさに、その贈与とか、募集っていうものの、難しさだと思うんですよ。うん、なんか、こう、私たち。贈与とか、支援とかって、いいことだって、一方で思ってるし、私も思ってるんですけど。うん、で、でも、あの、ちょっとしくじると、なんか。 相手に追い目を与えてしまうとか、うん、その負い目がスティグマになってしまうとかっていった、うん、すごく贈与ってむしろこう権力あの、うん、えを使って相手をコントロールするより。うんうん よっぽどなんかことができまう,ん,もうなんかこんなにやってあげてるんだみたいな音にコントロールするみたいなものってまさにその贈与の難しさだしでそれに対して贈与を受けた者があの返礼ができないというかそれにこう報いることができないという状態だとそこにこう引け目とか負い目とか。 何かがこう溜まっていくっていう,うんなんかそれがこう相手に対する精神的な劣等感だったりだとかコンプレックスだったりとか生き、まあ、づらさだったりとかみたいなものにこう変貌することもあるっていうでその負い目とか権力みたいなものをこういかにこう発生させないようにう, <laughs> あのうまくしていくかっていうのってすごくこう私の。えー 人類学の研究の中のテーマの一つでもあってなのですごくあの面白い仕掛けを作っているなっていうふうに思いますそう言っていただけると <laughs> でも本当に負、うん、い目とかそういうのってやっぱすごい蓄積していくと思っててやっぱ支援されるっていうベクトルじゃなくてやっぱり知的障害のある人たちの才能にある種私たち側が依存してますっていうなんか依存体系を完全に。 変えてててていいくっっすごい面白さだと思っててやっぱ自分たちとかはもう本当に作家さんのアート作品のアートデータっていうものをお預かりしてそのアートデータの著作権を運用させていただくっていうのをやるんですけどそうするとやっぱうちの4歳の兄貴が仮にアートを描けたとしたらやっぱりその納期に縛られないモデルになるんですよねそのライセンスビジネスっていうことになると。なので本当に作家さんたちは アートを弊社に提供してもらうだけけでライセンス費が入り続けるっっててていうモデルになっててなんか自分はその何でしょう重度の知的障害がある人が一生懸命やるっていうモデルじゃない形でも社会参画で資本主義入っていける構造っていうものをまずる賢いわけじゃないけれども考えたところがあって本当はすごく美しいのは何だろう うちの兄貴みたいな人が社会に本当にカフェに出て働いて実際いろんな人と接触してるっていうそういうことが本当は自分も将来的にやりたいんですけどうん、うん、でもそれだとなかなか今の段階だとこの資本主義に乗ってくってハードルが高いなと思って自分はそういうことをやってるっていうところがあるので。農機とかを設,計設定しないっていうのってすごく面白いなと思ってて、えっと、実はなんか後輩の牛久遥さんっていう人が。うん えーとガーナのカゴバッグのフェアトレードとかエスニック雑貨とかで売られているもう日本の高島屋とかにも売っててすっごいおしゃれなボルガバスケットっていうのカゴバッグなんですけどの研究しててで,でもガーナのすっごい辺境の地で作られてるんですよすっごくちっちゃいところで,で。そこから世界各地に輸出される すごく面白いのはですね、なんかこうフェアトレード企業とか、いろんな援助企業とかがやってくるんだけど。えっと、やっぱりカゴバッグなんで、なんか日本とか、精神諸国で売ろうとすると、こう春夏商戦に間に合わないといけないんですよね。農機っていうのが、設定されると。でも、彼らは半分農民なんですよ。あの、農業がやっぱり主で、で、村の生活っていうのがあるわけです。で、それでカゴバッグ農家副業で作っている。 となるとその厳しい農期っていうのがあると、うん、よりこう農業に忙しかったり、ええー、子供がいっぱいいたりすると、うん、ますます関われない。でそれじゃあなんか結局フェアトレードとかにうまく乗っていける人って余裕がある人でそうなっちゃう、ね、<laughs> 乗っていけない、大本当に困ってる人が乗っていけないっていう謎状態になっていくっていう。<ー>でそれはやっぱりこう彼らの生活リズムみたいなものっていうものと 契約とか納期とかっていう考え方が若干こう合ってないからだと思うんですよ。でそこになんかこうあのまさにあのえっ、ー、とミドルマンみたいな人がうん、うん、そのそこにも介在していて、<ー>でこうフェアトレードってだいたいミドルマンってあのダメなんですよね。中間業者を飛ばすことで、うん、なるほど。そうですよね。ちゃんとした価格で。っていうやつだから、はいはい、でもそのミドルマンは単にこうボーリーを取ってるだけじゃなく、うんうん、その 契約だったり納期だったりみたいなこうビジネスの世界の話をこう彼らの生活の中の説明に置き換えていやこの契約っていうのは要するに俺の顔を立ててなんとか頑張ってくれっていうようなそういう話やでみたいな感じの言葉に置き換えながらなんかうまくやってくれるっていう方がいるんだ、うんうんうん、なるほどじゃミドルマンなんですかそうそうそう,そうインターフェースとしての <laughs> インターフェースですねなるほど 結局、なんかこう企業はえっと一日八時間働けばえっと何個生産できるみたいな考え方をアフリカに持ってくるんですけど、でも農それまでずっと農民だった人がいきなり工場生産者みたいな工工場労働者みたいに時間を売るみたいな発想にパーンって頭が切り替えるわけじゃないんですよね。それはこう農業みたいにこう時間の流れは その緩急があるような、うん、ゆったりとしてる時と忙しい忙しい時があるような、うん、世界で生きてる人たちにこう毎日これだけの生産量を上げろみたいな感じの発想を持ってきたって誰も動いてくれないし、うん、動けないっていうところで、えー、とこの人だったらちょっと頑張って働いてくれそうやこの人は今困ってるから渡そうやみたいなことを、うん、あの調整しつつそして彼らの。 言葉を使って説明しつつっていうのをやってくれる人がいないとやっぱり動かないんだと思るほす。 めちゃめちゃ面白いですね。うん、実は小沢さんミドルマンだった,とった <laughs>。いやいや、あの、もうちょっとかっこよくインタ、インターフェースの。なんとかってってましたけどビジネスインターフェイサーみたいな感じですね。うん、<laughs> <う>はい。ありがとうございます。あの、今ちょっと、あの、まさにビジネスのお話、いろいろ出てきてると思うんですけれども。もうちょっと、あの、視野を広げた上で、持続可能なビジネスを作るにはというところのテーマで。お話を伺いたいと思うんですけれども、まあ、ちょっとコロナだったりとか、まあ、あの、気候変動問題とか、まあ、いろいろ。 不安要素が重なってまさに文化不可実な時代と言われているところで、まあ、持続可能なビジネスっていうのを改めて考える定義した時に何かこうヒントになるようなことどういったところなのかっていうところをまずちょっと小川先生からお伺いできればと思うんですが、うん、なんかこう私実はつい昨日ですね、うん、あのー 「持続可能なフード革命」っていう本を読んでめちゃくちゃびっくりしたんですけど、うん、ほとんんどだったんですよ、うん、世界が細胞から肉を生産するっていう培養肉であったりとかね、うん、もう土も太陽もいらなくて工場プラントの工場の中でもう最小限の,の栄養だけをこう噴射して野菜育てる工場とか、えー、もちろん培養肉を食べることでこうあ環境をの環境 とかを持続させることができるんですけど、うん、牛肉の消費量を減らし。うん、で、でも、なんか、こう、その話を読んでても思ったんですけど、やっぱテクノロジーとか。あの、技術的解決一辺倒でも、やっぱりダメだよなっていうふうに。うん、なんか、そこに、なんか、人間みたいな人たちが、こう、どんなふうに、こう、生き生きとして、うん、<laughs> えっと。 人間らしくというか自分たちの知恵で世界は回っているかみたいなものを持ちながら、えー、とビジネスしていけるのかっていうことを考えていかないといけないなってままずは思いますそれを実現するにはすかこう私のこう商人たちはですね結構あのインフォーマルセクターって呼ばれる、はい。うん 人々であの公的な、えー、雇用統計に乗らないような人たちでね、うんでまあ、時として自分たちにとってこう生活の論理に合わないとか気に入らないとかいう政策はがん無視するっていう感じの人たちではあるんですけどでもあのその話もよくよく聞いてみると結構同義性みたいなものはあるし何でも無視するわけじゃないんですね。でこれだけはどうしても 譲れないっていうところは無視するんですよ。で、そのどうしてもっていうのが意外とびっくりなんですよ。うん、なんかあの例えばこう彼らは給与は動議に反すると思ってるんですよね。うん、固定給みたいな。うん、だってこう自分の生活の必要に応じて給与は変わらない。 なんでだ俺はこんなに困ってるのにみたいなでさらにこう相手が困ってるのに俺はいつもと同じ給料をもらっているなんでだ俺は立派な大人なのにみたいな感じでうん人間がこうアルゴリズムのように一律に評価される業績とかだけで評価されるようになるのはおかしいとかっていう,こうもうちょっとこうその時々の人間の晴れの日もある斜面の日もあるみたいな状態を 織り込んだ仕組みっていうのを、えー、と作れないかっていうことをん多分彼らは一生懸命考えているんだと思うんですよね。 いやでもそあのすごく面白い考え方だなと思うんですよね、そういったこうあの、まあ、貸し借りみたいなところにもつながると思うんですけどやっぱりこう日本人的なこう規律の中で生きている人間からするとすごくこう遠い世界のことのように思えるというか,か,かそういったところの良さって絶対あると思うんですけどその発想をなんかこう日本的にこう翻訳して取り入れるとしたらなんかどういうことからできそうかみたいなことってかかかあったりしますかねなんかあのそんなすごくおかしな発想じゃないと思うんですよ。 私たちも友人だったりとかすごく仲がいい友人だったりとかすると例えば遅刻してくるとか何かちょっと約束破ったりとかしても「あれあの人なんか今日調子が悪かったのかな」とか<ー>何かあったんじゃないかってことをすごく考えるじゃないですか。かでも私たち今例えばネットの、うんはい ショッピングとかをするともうユーザーコメントで配送が遅い星印石とかつけたらもうなんかその商品絶対売れないみたいなのをみな出たりアルゴリズムさんによって業績が完全に評価されてそこでもしかしたらすごく頑張ったけどお腹壊してたのかもしれないっていう個別の事情は絶対に入り込まないじゃないですか。それれをなんとか入込む あの3回ピンチカードみたいなの入れるとか例えば「<laughs> 日本人とかでもな、ね、なんかそういうなんかこうもうちょっと柔軟性がある評価システムを作るっていうのでもすごく彼らの世界か楽しさにはつながる。確かになんかにこう 効率化とかではなく、うん、そういったこう定性的な内情みたいなところを加味した上での構造みたいなことの考え方っていうのは確かにあの考えるべきところなのかなと思うんですけれども、うんうん、やっぱり自分たちってそのなんでしょう私もやっぱ兄貴が知的障害があってとかうちのメンバーってやっぱりすごい原体験ベースでいろんな原体験を持ってるメンバーが先に自己紹介とかして始めていくんですけどそうなると。 クライアアンントトさんんからもカミングアウト大会みたいになったりするんでするでよね、うん、実は私の家庭でもとか実はあのおじがとかあとは私自身もとか息子がとかっていうやっぱりそのそうなるとなんか今までの従来の受発中の関係っていうものからすごいなんかお互いのことを深く知り合ってる信頼関係が芽生えた人っていうような立ち位置での。 関係っていうところが始まるので、やっぱ一番なんでしょう、根幹ってやっぱ人と人との気持ちのつながりだと思うんで、んやっぱそこが切れなければ会社ってやっぱすごく成長していくんじゃないかなっていうのは思うんで、なんかそういうものがビジネスの世界でもすごい重要になってるのかなと思います。んんなんかこう多分あのこう共感とか信頼みたいなものを。 まあでも共感資本とか信頼資本みたいな言葉がちまたでにぎわってたりとかするのであると思うんですがでもなんかもっとこうなんていうんだろうかなその信頼とか共感みたいなものをお金っていうよりある意味どういうふうな信頼や共感っていうのが大事なのかみたいなことを考えていくのがやっぱりすごく大事かなって思います。あの 信頼ってのなんか私のえ商人たちはよくなんかこの人は絶対に裏切らないとかうん、うん、この人は絶対に助けてくれるっていうふうに いうことは相手を信頼してるっていうことじゃないんだみたいなことを彼らはよく言ってでそれはあの期待なんだとででなんかむしろこう信頼はまあこの人は困ったらこのくらいのことはするかもしれんけどこれは絶対にせえへんみたいなことをわかって ででその自分がある時には切れてみたりある時にはこう笑って流してみたりある時には泣いてみたりみたいなことがうまくしながらそれでも関係が切れないで持続していけるっていうことが信頼なんだっていうことを<ー> <laughs> あの言ってて結構私たちが信頼とか共感みたいなものをすごく硬直的にもう絶対に大事なものっていうふうに考えるときっと疲れてしまうと思うし。うん、でも本当にその なんだろう知らず知らずにやっぱりいろんなものはこうだって均一化して考えてるっていうことをやっぱり改めてやっぱ自覚しますよねもっとやっぱりいろんなものをなんだろうなグラデーション的にいろんなことを考えられるような頭になってったらなんか自分たち日本人とかもすごいもっと楽に現地の方々みたいにお会いされてた <laughs> もっとなんかいろんなことを ね、あの考えれるるになななんじゃいいかなと思いました、うん、まさにそのビジネスにもそういった考え方が必要ですよね。うんうん、っていうだ,だとこう割とやっぱり増田さんとかはやっぱりこのそういった知的障害を抱えている方々とかとお仕事されていると、うん、そういったルールなんか自然にできてそうな気がしますけれどもそうですね、うん、本当に私たちもさっきの,あのミドルマンみたいに<笑><笑>実はやっぱりその。 作家さんでもオリジナル作品も書ける方とかやっぱりその一人一人に対しての何のでしょう、まあ、プロフィール管理をやっぱもちろんしてるんですよね当たり前なんですけれども。うん、なので企業さんからの依頼があって何ヶ月後に新作の,そのものを仕上げますみたいなのも何個かやっぱあったりして、うんうん、そういうので私たちとかやっぱすごい大切にしてるのは何だろう仮に納期を守れなかったってなった時にも。 まあ福祉施設さんや作家さんを急かすってことはやらないって決めててもうクライアントに間に合いませんでしたって謝るっていう謝る順番とかも結構明文化されてたりはしますそういうのとかやっぱり作家ファーストですごい考えてまあクライアント以上に作家の方が大切だっていうのは会社の中で多分あのちゃんとうん仕組みとして作るっていうのはすごく持続可能という意味で私たちの会社としては 大事なことなのかなと思いますね。うん、私、立命館大学の先端総合学術研究科っていうところに所属しているんですけど。障害学とか生存学っていうのを研究している専門の先生がいて。で、生存学研究所っていうのがあるんですよ。で、そこであの、障害を持っている当事者で。えっ、ー、と、研究者でもあるっていう人が、あ研究をしていたり、んなんかこう、単に。 その人自身のライフヒストリーだったりとか、いろんな側面をこう研究しているんですよ。<laughs> あの、ですごくまさに何かそういう人たちも何か可能性みたいなものをやっぱりみんなそこでもやっぱり何か障害だからこれこれができないっていうより、まあ、できることができる人がやればいいんですよその人の分は。うん、その上で彼らはやっぱりこう自分の可能性を何か打ちだってもう。う あの指一本しか動かない人で博士校とか取ってますけど。全然関係ないですから、それの本人の才能があればできますっいう,う。確かに。なるほどですね。ど。どうですか？そういった環境があるということを松田さんとも初めて聞いたと思うんですけど、うどうどう思われますか？そうですね。でも本当にやっぱ自分自身もまあ。 できないことをできるようにするっていうよりかはやっぱすでにできているものとかすごく素敵だなっていうものに対して何でしょう社会側が逆に価値をつけていく構造っていうのがすごい健全なんじゃないかなと思っててまあやっぱうちも母親がなんとか頑張って一人で学校に通えるようにしようっていうのでなんとか電車に乗れるように兄貴もなって一人で学校に通えるようになったりっていうやっぱりできないことをできるようにするっていうのは生活する上ではすごく大切なことだけれども。 なんかこの経済にまで乗っていくっていうことを考えた時になんだろう一生懸命障害のある人たちが健常者に近づくためになんか工場でみたいなことよりかはもう本当にすごいすでにできていることっていうところに社会側が価値つけていくっていう構造がもともと広がっていったら面白いんじゃないかなとは思いますね。ーそのアートととかかもそそううだと思うしなんか私その 注文の多い料理店の注文の間違える間違える間違えるおぐにしひろさんのやる認知症のおばあちゃんたちがあのやる料理店っていうことの企画の話ですよねそれでカツ丼頼んだのにとんかつが届いてしまうでもどっちも美味しいからまあいいかって思えるっていう料理店の話ですかねそれとかそうそうそれめっちゃ面白いと思いますアトラクションみたいな感じでっていうあの ふううううにしちゃうっていうことだとだ思うんです本当に僕もそう思ってて、ね、やっぱりその将来的に仮にうちがレストランを運営するってなったらディズニーランドみたいなもんでなんかもうでもなんか六本木の下でカチューシャつけまくってたらまたちょっと違う空気感があるみたいにんなんかこの場所はこうなんですって言い切ることによってなんだろうできないことも 許容されてる空間で,できてることだけやってればいいよねっていう風な空間づくりとか価値観って注文の間違える料理店がここは認知症のおばあちゃんたちがやってますって言い切って間違いをエンタメ化したように構造化ではではきる気がするんですよねあと本当にイベントにならないっていうのもやっぱすごい重要だと思ってやっぱりそれを一過性ではなくこれが100店舗1,000店舗1万店舗あるんですみたいな状況ってが本当のやっぱイノベーションだと思うんで。 はいありがとうございますちょっとあっという間にお時間が来てしまったんですけれども今日ちょっと改めてお二人あの対談されてみていかがでしたでしょうかそうですね本当にうん何よりもやっぱり現場ってすごい大切だよなと本当に思いました<ー>やっぱりなんでしょう今ってすごいダイバーシティだったりインクルージョンだったり SDGs だったり たくさんの講演会があってたくさんの本があってたくさんの知識がどんどんシャワーのように今舞い込んできてでもやっぱり直接行って直接話して直接握手する経験にはやっぱりかなわないっていうふうにすごく思うのでやっぱりこの時代だからこそ頭でっかちにならずに現場っていうものを第一主義でフィールドワークしていきたいなと改めて思いました。<laughs> どううしよう今なんかすごいいいいまとめを聞いちゃったけど <laughs> <laughs> 今頭が飛んでたんですけど <laughs> あのそうですねなんかやっぱり起業するっていうことをどういうふうにあの私もっと起業してほしいなと思って大学でもあのアフリカベンチャーを考えるみたいな授業とかしているんですけどやっぱり。 学問は学問教養は教養みたいな感じで終わってしまっているのがすんかこうもっとこう豊かな発想をどんなふうにこう自由なあの形に実現するかっていうことを学生さんがどう,どうしたら目指してもらえるのかなっていうのをあの松田さんと話をして考えたいなと思いました。 いやでもまさにその考え方は多分普通に一般的にあの経済活動しているビジネスパーソンとかにも通じる考え方なのかなと本当に今日は改めて感じたところがあるので今日はどうもありがとうございました。あ <laughs> ありりががととううごござざいいまました <laughs> 本当にありがとうございます <laughs>